ジャム2002よりお届けしてまいります。解説は七海さん。前半キックオフです。どういった立ち上がりになるんでしょうか。浮かせて裏を狙う、アグエロに渡る、ゴー。立ち上がりから早速ゲームが動きます。いきなり来ましたよね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ素晴らしかったですね。まあファーストコントロール、トラップからシュートまでの流れ、ゴールのイメージ、はい、この辺がイメージ通りということでしょうね。そうですね。早速得点につなげてきました。これが守りに入らずにね、もう1点取るぐらいの勢い、また早い時間帯で流れを完全に引き寄せるようなね展開にしたいですよね。そうですね。さあカウンターを仕掛けます。味方を走らせる、これはつながりませんでした。ホンダ、川崎ボール、スローインをカット、これは読んでいました。レイザーキャンベル、ここでファウルがありました。ちょっと距離ありますよね。アブデヌル、サイドを縦に走らせます。中央へ、ディフェンダー集中力いいですね。シュート、まだある、ハーフナー、ゴール。川崎が追いつきます。ハーフナーマイクがこぼれ球に反応し、きっちり詰めていきました。こういったセカンドボールに対しても冷静にしっかりと押し込む、非常に落ち着いてましたよね。川崎、同点に持ち込みました。リードされた状態でも非常に落ち着いてましたよね。ディフェンスの、ね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね。そうですね。これをカットします。裏を狙う、ボールが抜ける、見事なパス。山岸、前半20分になろうというところ、本田へ、一人で行くのか。このボールをカットします。山口、ハーフナー、今日得点を挙げています。アブデヌル、このパスを防ぎます。長友、エリクセン、裏に味方を走らせる、フレイザーキャンベル、ハーフナー前、チェックをかわしていきます。スペース出ましたね。エリクセン、起点となるアクションを作っていけるのか。長友へ、大久保、ディフェンスの、ね、前を向かせないポジショニングと、それからボールを取りに行くタイミングがうまかったですね。そうですね。前半30分を経過しています。1対1の同点です。フレイザーキャンベル、どうする。山口、ちょっとボールが落ち着かないですね。中盤での潰し合いになってますよね。グレ、味方を走らせる、抜けてくる、どうだ、ヘッド。フレイザーキャンベル、ピンポイントで合わせてきましたが、このヘッドは決まりませんでした。ドリブルで抜けてからのクロス、サイド攻撃が効いてるなっていう感じがしますよね。フレイザーキャンベル、
裏のスペースに置きに行く。藤本、40分を過ぎています。サイドを使う、抜けてくる、本田圭佑。いやファインセーブですよね。素晴らしいですよね。流れを止めます。縦にボールをつないでいきます。裏を狙う、さあシュートに行けるか。シュート、こぼれている。ボールを長友を上げる、触る、中村、ゴール、勝ち越し、一歩リードです。中村、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。もしもファンブルしたらということを考えて、ここでレフェリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。差は1ゴール、来るのか注目です。2対1でリード、前半を折り返します。後半見ていきましょう。ボールが落ち着きません。中村、長友、大久保、川崎、ここでファウルを取られます。おっと、ここでカードが出ます。今のはさすがに距離がありましたからね。他の選択肢もあったと思うんですけどね。中村、アグエロへ、スローインです。スーフハッド、まだありますよ。さあシュートか、上げてくる、ハッドのシュート、山岸、ここはクリアします。中村、山口、本田、縦を使います。さあフレイザーキャンベル、1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。中村、このボールをカットします。フレイザーキャンベル、スルーパス、ユースプハッジからフレイザーキャンベル、ボールをコントロールする、ファールをもらいます。さあチャンスになる川崎、ここは直接かもしれません。セットプレーから試合のリズムが変わることもありますからね。素晴らしいパス、素晴らしいグランダ製のシュート、よく抑えの効いたシュートですよね。コントロールも正確ですしね。来た、これはいい位置で奪ってのシュートでした。攻撃の形は良かったと思いますね、はい、相手のミスっていう感じでしたけど、そこを見逃さずしっかり狙っているっていうのが素晴らしいですよね、うん、そうですね。アグエロが待っている、打てるか、
奥のシュート、ゴール。おー、グレッグ、ここはカットします。宮市、山岸、裏を狙う、ここは通しません。アブデム、スローインです。川崎、立て続けに選手を入れ替えてきます。決定的なラストパスを出せる選手なんでね、ゴール前にどんどん出てくると思いますね。裏に味方を走らせる、サイドのスペースを使います。主審よく見ています。今日初めてのコーナーキック。32分経過、後半です。ソクヒョンジュン、ここで前を向けるか。これはスローインとなります。どうだ、大久保、お互いの意図、完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。エリア内に枚数揃っていたので絶好のチャンスでしたけどね、はい、惜しい攻撃でしたね。そうですね、宮市がこう素晴らしいクロスを上げてきましたけどね、シュートされてしまうともうキーパー反応できませんからね、うん、ディフェンスのところで何とかしたいですよね。そうですね、低いボールを入れる、これは直接キーパーへ。これは奪い返します。後半39分が過ぎました。宮市、上がっていきます。シュート、この距離からのシュートは非常に効果的ですね。なるほど、相手をゴール前から釣り出すことによって多彩な攻撃のパターンが使えますからね、そうですね。ハーフナー前、裏のスペースに置きに行く、いいオーバーラップですね。田中のシュート、ゴール。後半のタイム、磁石のよう呼び込まれ、ズドン。こういったヘディングシュート、焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。さあ川崎、もう1点いけるか。まあ1点差に詰められてしまいましたよね。ここまで落ち着いたゲーム運びでしたけど、ここから焦りが出てくるんじゃないでしょうかね。ここで笛です。3対2、勝利です。接戦をものにしました。